皆さんこんにちは、ゆりやと申します。それでは4日目の午前やっていきましょう。かぐらと沖田さんとおたえさんじゃなくておとせさん、情も悪いことも自分に返ってくる。あんまりフラフラしてるのもどうかと思うけど、特にやることもないな。さて今日はどうしよっか。あれはおたえさんじゃなくておとせさん、どうしたんだろう、キョロキョロしちゃって。おとせさん、ん、あれ言っちゃった、聞こえてないはずなのに。今あの人に声をかけたって無駄というものよ。さっちゃんどういうこと？あら、忍びなんだからこれが普通よ。それもそうですね。でもなんで無駄なんですか？そんなこともわからないなんて、まだまだお子様のようね。私は一目で見抜いたわよ。何をです？見てわからないの？あのぼんやりした瞳、挙動不審を絵に描いたような足取り、意味深な手元の写真。もしかして、アニメでも原作にもこういうことあったっけ？おとせさんにこんなことあった？それはつまり恋よ。恋、変ではなくて恋。どんなに年を重ねても乙女心は不変なの。あれは恋に身を焦がしている姿そのものだわ。いや、写真はともかく、うつろな目をしてフラフラしているなら銀さんだっていつもそんな感じじゃないですか？そう、銀さんもまた恋をしているの。そのおぼつかない足取りが向かう先は、わたし。ああ、行っちゃった。もしもし、こんなところで寝ちゃうと風邪ひきますよ。おや、今日は生ゴミの日だったかい？いや、一応生きてるんですよ。気絶しているだけなんです。そしておはようございますって、さりげなくお店のゴミを捨てるんじゃないですか。ここってお店のゴミ捨てる場所じゃないですよ。何言ってんだ、店の近くだと近所から苦情が来るじゃないか。今日は収集の日じゃないんだから。不法投棄って自覚あるんですね。けどここで寝そべってるこの女はちゃんと回収されるかね。粗大ゴミになるんじゃないか。せめて燃えるゴミ扱いでお願いするわ、草冠の。は、ああ、そういうことか。ゴミ扱いされるのはいいんですか？あら、知らないの？ゴミのように扱われるエクスタ。言わせねえよ。それ以上は言わないでください。おとせさんの話に戻しましょう。おとせさんがどうしたって？ いえね、さっきこの辺りで見かけたんですけど、なんだか様子がおかしくて。ちっともおかしくなんかないわよ。恋に身を焼き焦がす乙女なら誰だってああなるわ。ってさっちゃんさんが言い張るんですよ。どう思います？恋なら焼くより刺身の方が好きだね、私は。食べる方じゃないよ。てか恋って食べれんの？その恋じゃなくて恋ですよ。ああ間違えた、恋です、ラブ。おとせさんが、相手は誰なんだい？いえ、わかんないですけど、持ってた写真の人かな。そういえば、今朝店で見かけた時、写真眺めてため息ついていたね。なるほど、そういうことか。だったら話は早いね。どうするんですか？
その写真の野郎をとっつかまえて二人きりにしてやるだけさ。あとはお登世さんが好きにすればいい。煮るなり焼くなり蒸すなり、私はやっぱり刺身だけどね。だから食べんじゃないって。そんな便ん、そんな便なのはよくないですね、さっちゃんさん。まずはターゲットの確認ね。あれ、ノリノリですか。あら、情けは人のためならずよ。巡り巡って私の恋もまた一歩前進するよ。情って読んじゃった。さっき情けだったか。なんでそこまで前向きになれるんですか。ただでさえ追い楽の恋なんて難しいんだから。だからせめてやれることはやって素直に諦めましょう。何気にひどいこと言ってません？そうよ、ひどいよ。お登世さんにはちゃんとメイドの土産を持たせてあげたいよ。お前の方がもっとひどいわ。というわけで、多分にして野獣馬的なノリでお登世さんの恋を応援することになった。ひとまずお登世さんを探すことになり、見つけるまではすんなりいったのだけど、さてここからが本番ね。ソラ、出番だよ。え、どうするんですか。言ったでしょ、まずはターゲットの確認よ。写真に誰が写っているか確かめなきゃならないわ。何をグズグズしてる。とっとと写真を確認してこい。僕がなんでですか。こういうのは下っ端の仕事だろうが、気をそらして見るなり強奪するなりしてくるんだよ。そういうのはさっちゃんさんの方が得意なんじゃ。あら、最初からそんな心構えでは立派な始末屋にはなれないわよ。いや、なりませんから。始末屋になるつもりはないです。よろずやにもな。あー、そっちはちょっとへこみますね。今の立場考えるとへこみます。へこむ前にさっさと行け。うっ、キャラ殴ったっていいのに。いててて。さてと、まずはターゲットの確認か。どうすれば。一人で何をブツブツ言ってんだい。うわぁ、なんだい、化け物見たみたいな声出して失礼しちゃうね。あ、おはようございます。もうおはようございますなんて時間じゃないだろうさ。そんなんじゃおテント様に笑われちまうよ。それもそうですね。うわー、先に見つかるなんて予想外だよ。想定外だよ。どうする、どうする。写真はまだ手の中。何かで気を引いてその隙に臨み込むか、それとも判断難しい顔してどうしちまったのさ。あ、いえ、ですね、でも写真見せてくださってはっきり言った方がいいよ。帯崩れてますって言ったら、なん、いやだ、ちょっと相手的にちょっとやだな。おたえさんだったらいいけど、おとせさんだからな。その写真見せてください。写真、これかい。それです。悪いけど、そいつはちょっと具合が悪いのさ。私じゃなくてこの人に恥かかせることになっちまうからね。いくらなんでも恥なんてことにはならないんじゃ。もうよ、何を分かったような口聞いてんだい。ま、とにかくこいつは諦めとくれよ。そうですか。ダメだ、完全に気を逃しちゃったと思っていたその時、
元瀬さんの背後に突如さっちゃんさんの姿が見え、ほんのちょっと笑ったかと思うと瞬きする間もなく消え去っていった。どうやら僕の代わりに写真を確認してくれたらしい。あーやっぱりあの人はプロなんだ、しかも凄腕の。けどということはやっぱり僕が言った通り、最初からさっちゃんさんが確認すればよかったんじゃ。何を言ってるの、これは最初からこういう作戦だったのよ。そらごときの口車に音瀬さんが乗るなんて最初から私も思ってなかったね。試したんですか。試すというより騙したという方が正しいかしら。ああ確かに言われてみれば、普通もっとオブラートに包んでごまかすとこだと思うんですけど。敵を欺くには味方から。音瀬さんにもちょっと騙された気分さ。ターゲットがターゲットだけに、さすがの音瀬さんも慎重だったということかしら。そういう素振りなんて全然なかったのに。まさかね、よりにもよってあんなうだつの上がらないおっさんだなんて。ん？言ってることがよくわからないんだけど、音瀬さんの写真、それは近所の神社の縁日で露店を営む長谷川さんの姿だった。なんでまだおの？え、まさか、え、そうなの？というわけで、ちょうど全員で払っていたよろず屋に音瀬さんと二人きりするところまでなんとなくうまくことが運んだのだけど。訂正、マダオさんはキャサリンさんが有無を言わさず縛り上げて連れてきたので、うまく運んだとは言えないかもしれない。あー、まあとにかくお膳立てはできた。さっきからずっと黙ったままね、音瀬さん。何を言ってるの、沈黙の中に止めどなく溢れ出す恋心がわからないの。むしろ哀れんでるようにも見えますけど、それよりこんな覗き見するような真似をしましょうよ。ほらキャサリンさんも。何を言ってる、沈黙の中に止めどなく溢れ出す恐怖心がわからないか。ほら目が脱出経路を探っている。あーマダオさん、怯えた小鹿のようになってますね。って絶対逃がさないつもりですか。そうですか。口を開くわ。いざとなるとなかなか言い出しにくいもんね。知らぬが仏なんてこともあるわけだしね。な、仏ってなんすか、物騒な話ですか。確かにあまり想像したくないな、この後の展開。失礼だけど今やってる屋台のヨーヨー釣り、もう長いのかい？は？あ、いえ、この前の花園さんの縁日からすけど。儲かってるのかい？いや、お恥ずかしい話、からっきしってやつで。だろうね。話が見えないんですけど。何を言ってるの？思い人の経済状態を心配するなんて、いじらしい話だわ。さすが音瀬さん。それで、まあここからが大事な話なんだけど、聞いてくれるかい？そしてなんで音楽も止まるんだ。この先ボタン押したくないよ。へえ。ついに他人事ながらドキドキする。ずっと気になってたんだけどね、あんたの。ごくり。看板のよの字、左右逆になってて、アルファベットの E の字になってんのさ。はあ！
もう吉本新喜劇割にこけたわ。床に座ってるけどこけそうになったわ。はい、いい釣りじゃ。何の水だか分かんないよ。早いとこ書き直すんだね。はあ。私の言いたいことはそれだけさ。それじゃ失礼するよ。さて、この落とし前どうつけてくれようか。そうね、骨折り損とはこのことだわ。本当で、元を正せばさっちゃんさんの思い込みからこうなった気が。あ、いけない、呼び出したわ。それじゃ。あ、待ちやがれこの雨。というわけで、音瀬さんの熱愛騒動は結局ありふれた幕切れとなった。ま、ありえないとは思ってたけど。よし、時間があるから、貞治ってよろず屋の偉人か。じゃあまだ会おうか。女の戦いって容赦ないよね。さーて、午後からはどこ行こっかな。おい、空、出かけるぞ。え、出かけるってどこにですか。姉上から道場に来いって呼び出しがあったんだよ。女同士でプロレスやるんだってよ。ギャラリーがいないと盛り上がらねえから来いだってさ。ああ、前回のまだ引きずってんだ。プロレスですか。まあ、暇つぶしにはちょうどいいしな。神楽ちゃんも先に向こうに行ってるから、さあ行こう。お、来たか。長谷川さん、あんたも呼ばれてたのか。ああ、なんか判定頼まれちまってよ。確かにプロレス知らないわけじゃないんだが。大丈夫ですよ。多分みんなよく分かってないし、あのメンバーが正規のルールでやるとも思えませんしね。まあ確かに。そうだな。あら、皆さんいらっしゃい。みんな期待するある。私、アントニオ・カグラが悪の化石とコウモリ猫をやっつけるあるよ。お、喋り方がちょっとおかしいよ。まだ生きてたのか、その名前。うえ、誰が悪の化石だって。もう始まってんのこれは。てか、リング上でタバコ吸うな。お前こそリングに沈め、このスコンブガール。うわ、誰がどう見てもこっちが完全に悪役だな。何言ってんだよ銀時、悪役は向こうだよ。なんてったってこっちのリングネームは落とせ銅山にキャサリンババなんだから。あら、アントニオ神楽と長州おたえだって悪役の名前じゃないわ。立派な正義の味方よ。どっちもどっちだな。リングネームが女子プロレスラーの名前じゃなくてよかった。アントニオとかババとかの方が普通に分かりやすいですもんね。それじゃあ、司会はしんちゃん、判定は長谷川さん、銀さんとそらちゃんはどちらかのセコンドに回ってね。セコンドって、あのリング脇で冷静に戦術の指示を出し、勝った時は本人よりも大げさに喜ぶあのセコンドですか。そうよ、入場で選手が投げたガウンを落とさないようにキャッチするあのセコンドよ。なんでおたえさんはちょっと汗をかいてるんだ。そらっちは私と姉子のビューティーボアチームに使わる。何言ってんだい。こっちの猛毒絶対の方がいいに決まってんだろ。あら、どっちでもいいぞ。つうか試合時代かなりどうでもいいんだけど。
議員さん、ちょっとはやる気出してくださいよ。一応セコンドなんだし。ソラ君、それじゃあどっちのチームか選んでくれないか。はい。まあ話は聞こう。一緒に頑張りましょう。まあ正直私もどっちでもいいんだけどね。そうか、分かった。じゃあおたいさんにする。嬉しいわ。ソラちゃんは私たちを選んでくれると思ってたの。さすが同じ釜の飯を食う仲間ある。まあいいだろう、銀時。あいつらの鼻っ柱だ。へしおってやりな。いや、俺は指示出すだけで、鼻っ柱を折るのはあんたたちの役目だろ。この人、女の真剣勝負にやる気ないね。もっと頑張れよ。いや、お前が頑張れよ。はいはい、あったあった。それなりに頑張りますよ。赤コーナー、合わせて500トンビューティーボアチーム、アントニオ・カグラ&長州オタエ。そんな重くないな。なんで合わせて500トンってさ、もう重機じゃんそれは。ちょっと、合わせてもそんなに重くないわよ。青コーナー、悪の組織もう毒舌隊、落とせとうさん&キャサリンバーバー。これはそうっぽい。誰が悪の組織だ。それではルールを説明します。このプロレスはトントン相撲プロレスです。これから相手チームとジャスタウェイでトントン相撲をし戦ってもらいます。セコンドの操縦で勝敗が決まるので、セコンドの2人は頑張ってくださいよ。何やってんのさ、おたえさんとカグラは。じゃ始めようぜ。結局戦うのってセコンドじゃん。でこれ沖田さんでいろいろ頑張ったから遊び方は大丈夫です。ほんじゃ気合い入れていくか。どっちが私なの。それじゃ行くぜ、勝負だ。あ、赤が私か。待て、やばいんじゃねえの。必殺16連射てな。必殺16連射あ、勝った。おかしいな、ジャスタウェイの作り込みが甘かった。これもうちょっと危なかった、線を出てた。うおぉ、よし、今ある。くらえ、スカイドラゴンパンダエクストラキック。勝者ビューティーボアチーム。やったが、決めるところは決めるある。本当によく頑張ったわね、お疲れ様。はい、頑張りました。さて、勝負も決まったみてえだし帰るか。そうだな。あ、屋台で一杯引っ掛けていくか。ミント、何のんきなこと言ってんだ。こっちは負けたんだよ。ちょっと気をらしくしたらどうだ。そんなこと言われても俺がメインのルートじゃねえしな。そんなこと言うなよ。まあ確かにそうだけど。そうですよ、たかがお遊びじゃないですか。そんな本気にならなくても。遊びだから全力でやるんだよ、分かってねえな。さて、みんなお腹すいたでしょ。一緒に晩ご飯でも食べましょうね。しんちゃん、カレーの材料買ってあったわよね。あ、カレーだったらまだ安心して食べれるね。はいはい、もうできてますよ。午前中から煮込んどきましたから。焦げてないか、それは。火消し忘れとかない？みんなでカレーを食べる。ある。プロレスの後にカレー、ほんと、よろずやの仕事とは全然関係ないけど、でも、こういうのも楽しいな。
かい夢は持てばいいってもんじゃない。これはさ、見たことあるやつじゃないかな。このようにこの博覧会最大の目玉である魂の絵筆の前には連日見物客の山ができてます。これはもうよろずやでも新選組でも見たことあるので、ここの場面はカットします。で次回これの終わってまあいろんなまたルートに分かれるそういう分岐点のところから始めたいと思います。で今回はここで終わりたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。